心肺蘇生法の小児乳児についてご説明したいと思います。小児乳児の、年齢区分なんですけれども、今こちらに書き出してあるように、乳児は1歳未満、小児が1歳から16歳未満、成人が、小児を超える年齢ということですね。で、一応小児と乳児でもやり方が少し違うところがあります。そちらをご説明していきたいと思います。で、実際にはですね、一連の流れは成人のものと同じです。ただやはりお子さんの体の大きさというのがそれぞれ違いますので、その子の体格に合った押し方というものをここでご紹介していこうと思います。するところからいきますね。傷病者発見、C の状況確認ということで、周りの状況確認をして近寄ります。反応の確認、どうしました、聞こえますか、わかりますか。反応がありません。誰かお願いします、助けてください、あなたは119番、あなたは AD をお願いしますと、ここまで応援を呼ぶのは変わりません。次に呼吸を確認します。1、2、3、4、5、6、普段通りの呼吸がありません。胸骨の圧迫を開始しますということで、胸骨の圧迫を開始するんですが、このぐらいのお子さんの場合は、体が小さいですよね。小児乳児の区分の中で、小児については1歳から15歳というね、間があります。で、1歳から15歳のお子さんも体の大きさがそれぞれかなり違ってきます。ですので、大人の場合は約5センチ、一律約5センチという決まりがありましたけれども、小さいお子さんの場合はもうそのお子さんの体格に合わせた押し方というのを皆さんにご判断いただきたいんですね。その時にも、目安としてはそのお子さんの胸の厚みの3分の1を押し込むということになります。ですので、その場で皆さんで、その子の体の大きさはどのくらいだなっていうことでご判断をいただくところになります。で、やはりこのぐらい小さいお子さんであれば、私の場合は片腕で押すことができると思うんですね。それ以上両腕で押してしまうと圧のかけすぎになってしまうということもあるので、まず片腕で押すという方法、そしてあと15歳ぐらいの、になるともうだいぶ親よりも大きいなんていうお子さんも出てくると思います。そういった時にその子に片腕で押すのではやはり足りなくなってしまいますので、そういう場合は両腕で押していただくという、皆さんのその場でご判断をいただきたいと思っています。で、今回はじゃあ片腕で押す方法を紹介しますけれども、胸の真ん中は同じです。小児でいう、押す場所は成人と同じ胸の真ん中に片腕を置きます。で、この時に、やはりそのまま全部手のひら全部をつけて押してしまうと、いろいろなところに圧がかかって危険ですので、必ずその時にも指先はピンと張るようなイメージ、この手の一番硬い部分だけが胸骨に当たっているというところを、意識しながら、片腕で真上からまっすぐに押し込んでいきますよ。この子の胸の厚みの3分の1です。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、はい。で、30回を押した後に人工呼吸に移ります。で、人工呼吸のやり方も成人のものと同じです。起動上がったのがお分かりいただけたでしょうか。実際に成人の方でもかすかに胸が上がる程度、深呼吸したのを思い切り入れないっていうようなね、お話がをしたと思うんですけれども、実際にこの小さいお子さんに大人が深呼吸したものを勢いよくそのまま入れてしまうと、小さいお子さんのね、肺などはやはり傷をつけてしまう可能性があります。ですので、そういったことも注意していただいて、成人よりもさらに優しく、お腹、胸がかすかに上がったかなというのを横目で確認をしながら入れていただけたらと思います。はい、
では次に乳児さんですね。この赤ちゃんの、救命処置の方法をご紹介します。で先ほどの小児の時よりもかなり小さく、この子は3ヶ月から4ヶ月ぐらいのお子さんのモデルになります。で、この流れというかやり方はやはり、成人小児も全て同じなんですけれども、乳児さんの違うところはいくつかあります。乳児さんの場合ね、確認作業等々少し違いがあるので、またそこも、流しでやっていきますね。はい。で、なかなかこういうお子さんが街の中で一人で倒れているということは珍しいと思います。多分お家の中でご家族が発見されるっていうことが多いのかなと思うんですけれども、もし万が一その時に自分しかいなかった場合は、まず自分が119番するんだっていうことを覚えておいてくださいね。で一応これは講習なので、流れとして一応講習の流れのままにやらせていただきます。はい。じゃあでは行きます。あ、赤ちゃんが倒れてる。周囲の状況を確認。よし。で近寄ってきます。で近寄った時に、先ほどはもう成人などはもうこう肩を叩いて反応を確認しましたが、赤ちゃんの場合はこの足の裏がすごく敏感だと言われていますので、まず足を持っていただいて両方の足の裏を叩いていただきたいんですね。どうしたの？聞こえる？どうしたの？ということで、必ず両足の裏を叩いてください。で、この時に反応がなければ、また先ほどのように誰かお願いしますということで、助けを呼びますよ。で、119番と AED という流れは変わりません。で、応援要請が終わったら、次に呼吸を確認します。1、2、3、4、5、6。普段通りの呼吸がありません。胸骨の圧迫を開始します。で、この時の胸骨の圧迫なんですが、さらに小児よりも小さい赤ちゃんですので、やはり小児と同じような、勢いで押してしまうと危ないので、この子たちの場合はまたちょっと違うやり方になりますね。で、押す場所なんですが、この子たちの場合は胸の真ん中ではないんですね。ちょうどこの乳頭と乳頭を結んだ線、そこにちょっと指を1本立たせていただいたら、2本目3本目の指を横に沿わせます。そして一番最初の指1本、一番上の指を外します。これでこの乳頭と乳頭を結んだ線より指1本分下の位置に心臓があるということになっているので、この位置取りのやり方をするんですけれども、乳頭と乳頭を1本の線でもつないだ、ちょうどこの胸骨に当たったこの位置に指1本、人差し指を置いたら2本目3本目を隣に沿わせて一番最初の指を離します。でこのままこの2本の指で真上から押していきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、このように30回は同じになります。で次に人工呼吸なんですけれども、赤ちゃんの場合は大人ほど顎を、鼻の穴が天井を向くまでとかね、そこまで上げる必要はありません。このぐらいのお子さんの場合はちょうどこう顎とお腹のこの胸のラインが平らになるくらいですかね、に上げていただければと思います。で、小さいお子さんなので鼻をつまむということがなかなか難しくなりますので、お子さんに、この乳児さんに対しては口対口ではなくて口対口鼻になります。私たちの口でこの子の口と鼻をいっぺんに塞いで人工呼吸をします。ちょっと入れてみますね。はい、このように自分の口で口と鼻を塞いで優しく2回入れていきます。この時もさらに小児の時よりも優しく入れてあげないと、やはりこの子の肺が満杯になってしまって危険なことになってしまうので、そこら辺をお気をつけください。